ソバイエンは中華人民共和国の政治家、第10期国務院副総理、1962年に聖火大学無線電子学系電子学専業を卒業。古近東、古報告後期区、クレカンセーラーと同窓で、第16期中央政治局は聖火大学卒が多数を占めた。1962年から上海電気科学研究所技術院。 当時科研担当の副所長だった江卓民を後に優れた才能を持っていると実会している。1965年から第一、機械工業部西安整流器研究所に転属。1982年中央組織部による全国若手幹部抜擢で外交強化を図るため外国語が堪能で政治的に信頼できる。 ソバイエ園が選ばれ、中米大使館勤務となる。1984年に中国に戻り、電子工業部、機械電子工業部副部長などを歴任。電子工業部では、江沢民の下で、弁公庁主任を務めた。1992年、中央財政領導省副秘書長、1998年国家、計画委員会主任として、国務院入り。2002年の、 第16回党大会で政治局委員となり、2003年3月の全人代で国務委員副総理に昇格。2007年中央委員を2008年国務委員副総理から引退。2009年4月、ボアオアジアフォーラム理事会副理事長に選出。第14期、第15期中央委員、第16期中央政治局委員。ありがとうございます。